どうも、ありがとうございます。どうも、ホリスメンテン、花尾と申します。どうも、ありがとうございます。ピュータです。せんでーす。はい、ということでね、まあ、我々と言ったら、まあ、勉強系というか理系系だけども、まあ、料理というのもね、最近、まあ、やってこなかった部分じゃないですか、僕らって。でも俺、家庭科の授業を誰よりも頑張って料理してたよね。女子がイカさ、触って、キャーとか言ってる時は全然もう平気で内臓とか掴んでこう。そう、だから、あの、みんなが気苦しそうなところで何も動じないっていうイキリあるような、中学生が。はい、ということでね、今回はね、その理系と料理を掛け合わせた企画をこのリモートでやっていきたいということで、やっていきたいのが、はい、しっかりレシピを伝えろ、高学歴料理対決。イエーイ、イエーイ、2人1組でやるんですけど、僕がもうチーム決めました。チームが花尾キムチームと電眼スンチームでいきます。レシピが結構普通には読めなくなってるらしいです。ちょっと問題知らないんであれですけど、今回は一応キムスンが伝達係、レシピをだから俺らに、俺ら花電のどっちかに頑張って伝える係で、花尾電眼はその指示を聞いて買いに行くとこからやらなあかんねん、今回は。伝言ゲームみたいな。伝言ゲームだから、相方がちゃんとそのレシピを伝えてくれない限り俺らは料理作れない。で、4人とも何作ってるかは分からん。で、最後、私が作ったのは〇〇ですが、ちゃんと合ってるかどうかが今回の論点。両方正解してた場合は作った料理の見た目とかそういうので判定されると。今回は買い物も含めて制限時間1時間でいきます。おお、なるほど。意外と厳しい。75分にした方がいい。だからもう1時間15分で必ず完成させてくださいっていう。なるほど。はい、ということで、メイケットメイケットパスポーズレシープト。早速キムとスンに問題の方を送っていきたいと思います。おーい、はい、やーす。はいはい、やばやってますね、これ。え、やば、これやっとるよな、結構これやってますね、これ。そんなむずい。では、早速やっていきましょう。よーい、はい、スタート。はい、さよなら。はい、はい、ということで、どう、読めた、読めましたか。いやー、正味読めないっす。結構、お前ですら結構あれなんや。え、言語がおかしいとかではなくて、言語もおかしいですね。いいえ、いや、マジなん、中国語やんけ、チャイゴ選択じゃないんだよな。イノシシ、牛肉のひき肉かな。ヨウネギは多分玉ねぎのことかな。問題ムーツ。こういう時大体俺のチームが負けるみたいなことになってるからさ、そういうのもいい加減もういいんだよ、マジで。もういいから、そういうのシンプルに解けない。やばい、マジ衰え、キムでそれな。衰えてます、ちょっと。もう大体でいきますね、多分。大体合ってれば、多分物さえ分かれば多分いけると思うんだよな、はい。じゃあ俺、もう買い物のとこ向かっとこうか。その間にちょっと、ね、解くみたいな、はい、それが一番効率よく、はい、極量、量はどうでもいいわ。量はどうでもいいか。でも漢字だけ読めればいいや。もうなんかもうこの計算はいいよ。もうなんか難しいって解く。牛肉がですね、120g、 塊のやつの方がいいと思います。塊ってことはひき肉とかではなく、なんか3、4センチに切るって書いてあるんで。ああ、なるほど。あ、ビーフシチューの説も出てきたな、これ。あ、なんか肉のあんを3、4センチぐらいの厚みにする。ハンバーグとかの可能性もありますね。待って、俺さ、ハンバーグ作ったことない。違う、落ち着け。頑張っ、キム頑張っ。あ、分かった、これ分かった。もうすでにスーパーに行けばいいんだ。で、今はちょスーパーに行くとあれなので、マスクをちゃんとすること。残念なお知らせ、スーパーに着きました。はい、早いっすね。合いびき肉にも見えなくはないですけどね。でもちょっと違うかな、これ、はい、これもしかしてハンバーグ。なんかまあ可能性としては多分一番ハンバーグがありますよ、今のところ。まあ、じゃあ一旦合いびきと玉ねぎと、まあ、卵と、まあ、パン粉、ニラですかね。ニラっぽい感じなんですけど、ニラかどうかは分かりません。まあ、あと4つ目、もはや何も分かりません。5つ目、何これ。もうブロッコリー買っといてください、一応。はい、彩りに、なんか多分ブロッコリーのような感じが見えるんで多分違うんですけど、多分手順としては、玉ねぎみじん切りにして、ボウルに、まあ、大量の、ひき肉、卵、薄力粉、塩、コショウですか、らへんを入れて、その後混ぜてから玉ねぎ入れて、さらに混ぜる。問題はもう見てないです。なんかいろんな調味料を全部均等に混ぜるで、火にかけるみたいな言葉が書いてあるんで、
これデミグラスソースのことを言ってるのかのことを言ってるのか、それともなんかだしを作れって書いてあるのか。どう、なんか進展ありましたか。ナイス。肉の底が黄金色になるまで焼くみたいなこと書いてあります。ってことはなんかハンバーグ臭いな、なんか。あ、餃子の可能性もあります。あー、ひき肉、玉ねぎ、ニラ、確かに餃子か。絶対餃子の皮かもしれないっぽいな。餃子の皮かもしれないですね。待って待って、電源も買ってるんやけど、早いスーパーから出てきた。電源、あいつスーパーから出てきたぞ、あいつ。やばいやばいやばい。あいつスーパーから、ほら、あいつスーパーからさ、ほら、あいつ、ほら、あいつ、あいつスーパーから出てきてる、もう早い。おい、きれい。卵、塩、コショウ、牛乳、玉ねぎ、ブロッコリー、合いびき肉、料理酒、サラダ油、片栗粉、パン粉、薄力粉、白だしと、こんだけ買いました。肉ね。肉、肉、肉。合いびき肉。どうしよう、ちょっとやばいやばい、焦って作らなあかんとしんどいな。ブロッコリー茹でときますか。ブロッコリー茹でて、あ、ブロッコリー茹でる、はい。玉ねぎをみじん切りしますか。玉ねぎをみじん切り、オッケー、把握。30分経過しました。はい、意外と経ってないな。あと45分あるってこと。意外経ったの。一応我々はこれは材料から推測するにハンバーグなんじゃないかという予測を立ててます。はい、おー。で、ただちょっと寸的に最後のなんかハンバーグができてからなんかようわからんもん作ってるっていう。はい、なんかおなんか、いや、僕の知ってる感じでは多分デミグラスソースか和風煮込みにするかなしか選択肢ないんですけど、なんか牛乳入れるって書いてあるんで、お前は何を作ってるんだって言いたいんですよね。うん、今からね、こいつをね、こねていきます。うん、緊急事態なんですけど。なんと、はい、買い忘れたものがありました。ほう、ウーロン茶です。ウーロン茶。ウーロン茶いるって書いてあります。なんで、絶対いらんやん、そんなん。やっぱりうん、用語じゃないかもしれないです。おちょっと待ってくれよ、待ってくれよ、それはよ。でもウーロン茶使うって思ったらチャイニーズっぽくない、なんか。まあでも、どっちにしろできちゃうからハンバーグにかけるか。ハンバーグにかけましょう。ウーロン茶いるって言った。じゃあ一回ウーロン茶を買ってくるわ。じゃあ薄力粉、薄力粉、薄力粉、はい、大さじ、いやー、大さじ1杯ぐらいですかね。大さじ1杯、いや、1.5 杯ぐらいで入れましょう。はい。海苔で薄力粉入れます。はい、牛乳入れます。パン粉とか入れていいの。パン粉や薄力粉あればパン食らない気もするんですよ。なるほど。じゃあ、寸子を信じます。我は寸子を信じる。どうしますか。 300g 作ったんで、せっかくなんでデミグラスも和風も作って、和風も作っておきますか。この花尾くんのね、調理スキルみんな見たことないやろ。こう見えて敵はいいんよ、花尾くん。暇なんで、原材料ね、自分解いておきますね。それやってるでし。じゃあちょっと、焼くで。もう焼く構成いきます。焼きます。あ、でもちゃんと、ハンバーグ今現状ちょっと伝え、ちょっと成形そんなうまないけど、ちょっと写真送るわ。やべえ、料理やってねえな、バレる。45分経過しましたが、いかがでしょうか。ちょ、目痛い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 。ちなみにこちらのチームは何を作ってるんでしょうか。黙れ、うるさい。お楽しみじゃ、薄ら寒いこのご宅、吐き気を催す。45分経過しました。約30分。今和風の方を沸騰させている状態というか、でもあと30分あったらデミグラスも作れるやろ、これ絶対。でもデミグラスは一緒に作れるんで、はい、そうやんな、そうやんな、全然余裕やな。ニラッチオープン。ニラッチは今どれくらいか分かる。これニラはですね、1個です。1個1個ってこれ1束。はい、嘘だろお前。これやで、お前これやで。これをお前これにぶち込んだら弱点するで、お前森林が。知らねえよ、もう終わりだね。いや、ちょっと何これ、何これ。俺は何を作っているんだ一体。これは盛り付けました。はい、1個盛り付けましたよ。いや、うまそう。うまそうやで、これ。え、ニラはですね、何入れます。これ何入れます。普通ハンバーグは卵とパン粉と、あと豆板醤ですかね。豆板醤絶対入れよ。何これ、中華風ハンバーグ。これパン粉入れときます。一応一応ね、食パンを、じゃあちょっとパン粉ないので
これをまあバーってこうね、なんとなくこうやーってやって、はい、お前お前マジでもうこうありえへんかそんなできたできた、お疲れ様です。こんな感じで、でもパッと見見た目はいいよな。はい、まあ、成長したと思う、かなりめっちゃ緑ですね。美味しそう、美味しそう。めっちゃ緑ですね、そいつ大自然災害ハンバーグはい、ということでこういう感じでね、我々は2人前ハンバーグが作って とろみをつけた煮込みのあんかけハンバーグみたいな、で、こっちがデミグラスハンバーグということで、ちょっとデミグラスの処理をミスったんですけど、こんな感じで出来上がりましたということで、違うものを食べたかって両方半人前ずつ頼んだ、あの、成人男性っていうタイトルで、あはは、焦げちゃったもういやー、やだ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 。箸を中心に刺して肉汁が流れてる様子を観察するって書いてあります。はぁ、いや、これカラッカラや、お前こんなん肉汁もクソも、お前かき分けた草しかあらへんわ。肉汁なかったら何かしろって書いてあります。何かしろ、甘い濃い肉汁濃い濃い、肉汁濃い濃い、油を注入。え、問題の難易度どうやった？やばかった。問題の難易度はもうなんかもうなんか論文に値せずって感じですね。はい作ってんちゃうか、でもこれさては、あ、の説ありますね。あ、でもぽいよくよく見ればじゃあ、ですね、これ。はい、あと30秒。えいーす。はーい、もうできまーす。OK でーす。よし、これで完成かな、はい、よーし、OK です。いいだ。ありがとうございます。結果発表いやーよーさあ、俺のレクイエムが始まるぜ。いやー、俺のノクターンが始まるぜ。いやー、俺のステルナーディが始まるぜ。レクイエムっつったら負けるわ、俺ちょっと。負けた。問題むずない、はい、いや問題僕ほとんど見てないっすよ、はい、いやお前ちゃん問題むずない、俺らめっちゃちゃんと見てたよ、俺だって。はい、ではデンスンチームが作った料理は何ですか？せーの、ハンバーグです。うわーいつ来たかお前ら。で、あのスンが二通り言ってきたよね。デミグラスで作るパターンと、なんか煮込むパターンがあるって言われたから両方作った、はい、そんなことある？まあそれは引っ掛けかな、やっぱり。やっぱ引っ掛かりましたね。はい、では花キムチームが作った料理は何ですか？僕たちが作ったのは、せーの、ハンバーグ風チヂミです。ちょっと待ってチヂミ？チヂミ？はい、それほんまにチヂミ？チヂミですよ。いや、これはですね、ポイントとしては、勝負の分かれ目としては、やっぱりニラだよね、ニラ。ニラっすね。ニラ読めへんかったんやね。あの、ニラの違いますよ。バカみたいにニラが入ってたんですよ。これってニラじゃないですよね、多分これ。これニラ、それニラや、それニラや、それ。え、ニラですかこれ？これニラ。え、違うと思いますけどね、僕これ。で、あとお前ら知らんやろ、これ。ウーロン茶。書いてたの？ウーロン茶。俺ウーロン茶言われてないの？あの、ぽいのありましたけど、まあどうでもいいかなって思ってするし。彩りとウーロン茶。おいおい、言うよウーロン茶。言うよウーロン茶を言いましたね。だって、これわざわざ自販機で買いに行ったからね、これわざわざ。しかも自販機、おい、ウーロン茶聞いてないぞ。はい、では、今回皆さんに出題したのは、ハンバーグです。よっしゃーよっしゃい！はいはいはい、ニラなんて入ってませんよ。じゃあ、あの、日本語バージョンのあのあれを送りますレシピを。あ、ほら、あ、ほら、ニンニク、玉ねぎ4分の1個、ほら玉ねぎ、パン、あ、卵も入ってる。ほら、グラスに冷えたウーロン茶注いだら完成ですよって、ほらほらほら、それは完成してきました。ほらほら、完成してないですよね、そっち。グラスに冷えたウーロン茶注いだら完成なんで、これで完成。これで、これがないとあなた方まだ完成してないんで、もう時間経過、アメリカ大オーバーです。もう受験票に名前書いてないと一緒ですよ、これは。いやいやいや、そこも見てない。作るもの間違ってたらどうしようもないんで、そんな。ちょっとちょっと、でも大事なのまで言ってない。味はでも、あの、その時の顔見といて、食べた時の顔見といて、マコ。俺らこれも大事よ、これ大事。いただきます。
マジでジューシー。肉汁出ますもんね。マジでジューシー。これ絶対嘘や、この演技。こんなハンバーグある？絶対嘘や、これ。だからちょっと冷めてる。作って時間だったから。あー、それで俺らはこの終わる時間も加味して2時50分ちょうどに終わりに設定したからね。下見に違います。あの、仕事ができない人の傾向です。5分前まで終わらずにこうやって待っとくもんです。5分前まで仕事できません。本当にすごい違うっていうのは、客が食べ終わった後の瞬間を見計らって料理取り替えてくれたんで。まあまあまあ、いただきます。せーの。あ、オフモードの花親。うわ、嘘らしい。ちょっと今のめっちゃ生々しい。焼けてないじゃん。なんか限定中で火通ってないから。火通ってないから、この人アピールタイム終わり。アピールタイム終わり。いやいや、まだいきなりおいしい。ちゃんと正当に判断してね。正当に、正当にね、正当に。正当に僕が食べたいと思った方を勝者とします。なんでなんでなんで正解じゃないよ。いや、そんなん言うからな。そんなん俺が作れるオムライス作っても勝ってた可能性あるやん。こいつがやばい。こいつが最低限。やばいやばい。いや、その一番最低限。まあいいでしょ、もういいよ。さ、もう神様やから最低限。はい、まあ顧客が一番大事やからね。はい、じゃあ僕が食べたいのは花尾キムチームでーす。なんでやねん。なんでやねん。理不尽すぎる。マジで理不尽すぎる。めっちゃ面白い。温野菜頭あったか。めっちゃ温野菜頭にあったか。温野菜頭にあったか。もうええわ、もういいっすよ、もうこんな。もうええわ、もうもうええわ、ええわ。こんな、こんな対決いいよ、もうええわ。こんな対決こっちから降りてやるよ。完成ですって書いてあるね。そこじゃない。そんなハンバーグじゃないとこや。はい、ということで本日のご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。これマジで、ちなみに言っていい？はい。ちなみにあの、このさっきまで飲んでたお茶、あの、実はほうじ茶ってことだけ言っとくわ。ちょ、お前らほんましばくぞ。お前らほんま、おいお前らほんましばく。